チャオ。こんにちは。今日は熱海にやってきました。なんと男3人で、そう、私と美月さんと今撮影してくれてるくすみさんとやってきました。今日は熱海で何しちゃおっかな。何するでしたっけ。YouTube で言っていいんですか、そんなこと。ダメダメ。え、ちょっと待って、言っていいんですよ。いいんですか。いいんですよ。パティーヌしちゃいます。お願いします。というわけでパティーヌやっていきます。今日はどうもこんにちは。今日はこの鏡面を落としていきます。さようなら。さようなら。熱海の色にパティーヌしていくよ。リグロインです。さようなら。どうなっちゃうかな、どうなっちゃうかな。さようなら。すごい。見えます。下青なんですよね。すごい落ちてる。一気に落ちてる。一気にすっぴんに戻っちゃうという。女性の方もね、顔面に使ってみてください。もう顔の脂が全部取れて乾燥するので。嘘です。テロップ出さない。そんなことを言ってる間に見てください、このさあ落ち具合。もうノーシャインですよ。え、すごいすごい早いですね、やっぱ。わあ、すごい。なんだかもったいない気がしてますね。もったいないですね。表面がこんな、心が折れる。つま先を薄くしてみたい。今日は何色に染める予定なんですか。今日は見てください、この景色を見ながら、昔印象派っていう絵画のグループがあって、外に出て外の光を見ながら絵を描こうというグループがいたんですけど、今日はこの熱海の景色、この色をこの靴に写し取っていきたいと思います。我々印象派パティーナってことですね。印象派パティーナ。そう、パティーナですよ。がね、そしてどんどん芸術になっていきます。だいぶ落ちてますね。リグロインは色は落ちないんですか。リグロインちょっと色落ちますよ。あ、落ちるんですね。でも本当は、はい、アセトン、こちらベンジン。あ、ベンジン、ベンジンを使っていくらしいです。僕はベンジンあんまり抜けなかったので、リグロインでゴリゴリ落とす派です、ね、なるほど。自分もちょっと使ってみてもいいですか。はいはい、ぜひ一緒にやっていきましょう。初めて使うんでちょっとビビってますね。ベンジンとは蓋をね、ちなみにね、溶剤って嗅いでるとだんだん気持ちよくなっていくので、うっ、すごい。ここから先は何も言いません。めっちゃ落ちてる。すんごいんですけど。ほう、これはそんなに色抜けるんだ。これ大丈夫なのかな。脱色し終わりました。なんかやっぱガサガサになると全然セクシーじゃないですね。全然ダメですね。ダメダメですね。このかわいそうなすっぴんの子たちを今日はアンティークバチックという、アンティローパスバチックっていうスピランの水性のもので染めていきたいと思います。うい、何色入れちゃいます。黄色入れていきます。イエイ、早速塗っていきたいと思います。いいですか、早速。どうぞどうぞどうぞ。どんなもんなのかな。初パティーヌなので正しいやり方よくわからない。適当に入れていきますよ。自分もとりあえず心配だから、とりあえずかかとの方から。心配ですからね。ああ、心配。すごい色つく。うわ、すごい。叩いたらグラデになるかな。あ、なんか、あ、なんかいい感じのグリーンになっていって、なんか大丈夫かな。ダメさん、いい感じです。いい感じなんですか、これ。多分
誰にも習ってないからよくわからないぜ。みんな教えてくれよな。YouTube の前のパティーナーのみんな、詳しい人は教えて。頼む。ブルーに加えて今回はこの岩絵の具を使っていこうと思います。これはすごい気になりますね。見えます、このキラキラなんですよ。ピントが合わない、ピントが合わない。ピントが合わない。ピント合わなかった、残念。これね、こう細かい粒子で、まあ、ラメみたいな感じです。日本画に使われてる画材ですね。これをね、キラキラに仕上げていくという。おーすごい、ラメの靴。あ、ほんとだ。靴はね、芸術にしたいのよ。靴道、靴道、靴道を極めて。つま先だけとかに入れるんですか。いや、もう全体的にラメ、全体にキラキラ。おー、いきますね。塗ってる間結構黙っちゃうので、最近僕が思ってる説なんですけど、おー、見てください、これこれ多分映んないんですけど、え、動いてる、動いてる。何、生きてんの。あ、ほんとだ、海みたい。え、なんで映るかな。全然わかんない、初めてです。え、何、熱海だから。え、映ってたらいいな。これすげえ綺麗。何が起きてるんでしょうか。すごいですね。私も撮る。緑は若干全体薄く動かしている。海みたいな感じじゃないですか。ラメイ、ラメイ、ラメイ。このね、表現したい、僕は熱海の山と海を、そしてこの潮騒を表現したいんだ。生きてるよ。入っていくよ、海が。うまくいかなかったら耳切り落とすからね。ボナンとかって人がやった。これつま先岩絵の具でグラデンしたら超かわいくないですか。すごい、今までにない。すごいんですけど。え、かわいい。しかも日本の絵の具だから。これフランスにはないよ、なんとかルッティさん。なんとかルッティさん。チャオみんな、ずっと塗ってたぜ。あ、疲れた。見てくれよ、俺たちの作品は。途中経過映ってる、映ってるのか。見て、このグリーンのグラデーション、ベルルッティみたい。あ、名前出していいのかな。ピーになっちゃうの。ウッティみたい。ウッティ、ウッティもどきを頑張って作ってる。僕はつま先にね、こうすごいですね。岩絵の具を入れてみたら光る明るい感じになって面白いです。ピカピカしてる、キラキラしてる。ピカしてきたぞ。かわいい、かわいい子ちゃんたちだよ。かわいい、かわいい、ナムさんもかわいい。え、かわいい、かわいい。どうしよう。こっからどうなるか、こうご期待です。そうですね、はい、楽しみにしててね。フォルテ風にするのだ。というわけで抜いていくよ。抜いちゃうよ。リグロインでね、リグロインで抜いちゃうよ。どうかな。サワサワサワって。あ、ちょっと抜けてる、うんうんうん、完成なのだ。これから乾かすのだ。完成なのだ。乾かして、乾かすのだ。あと、この茶色が自分がやったパティーヌです。ちょっとうまくできてないですね。まあまあまあ、初めてにしてはまあまあかなと思います。
つきさんのはやばいですよ。これはね、もう熱海を超える熱海のような色ですよ。すごい。すごいよ。美しいですね。表面も美しい。これはもうスキューバダイビングして吸い込まれちゃうみたいな感じと言ったらいいのでしょうか。ほら、どうですか。そのままでお願いします、はい、パティーノやるとこんな美しい芸術品になりますよ。わお、表面もすごい。どうだ、すごいすごい、映ってますがパティーヌした阿部さんの靴です。すごい熱海色、わかるかな、この緑と青と黄色と絶妙なる融合とハッピーソックス。はい、はい、お疲れ様です。もうすぐ、悲しいんですけど秀才なズドライブが終わってしまいます。今はですね、熱海から降りてきて、登ってきて戻ってきてるんですけど、どこかな、茅ヶ崎に来てます。茅ヶ崎で最後に美味しい可愛いご飯屋さんで、なんだかハンバーガーとかいろんなものを食べて、で解散して次回に向けての影響を養おうと思ってます。次は長トロとかかな、つららと一緒に撮りたいな、靴をマイナス何十度の中でとか、どう思います？聞くなよって話なんですけど、今日はもうほんと充実すぎてあんまりカメラ撮るの忘れちゃったんですけど、いっぱいちょっとなるべく動画上げたいと思ってますんで、今日はとても楽しかったので、最後にくすみさんの感想を聞いて終わりましょうかね。もう臭いです。今日はですね、こうやって皆さんと非日常的な時間を過ごせて、靴も触れたし、熱海も観光できたし、美味しいご飯も食べて、ちょっとなんかこうですかね、楽しかったんですよ。でもそうですね、はい、またいろんなとこに行って、靴と絡めてこういうなんか我々の楽しい姿を発信していけたらなと思っておりますので、はい、いいですね、はい、いろいろやっていきましょう。また、はい、またやりましょう、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。イエメン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 。これやりたい。あ、これアメリカのイズです。